はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイキブログです。今日は国際結婚の大変なところについて皆さんとシェアしたいと思います。いろいろありますね。私たちは今結婚ほぼ2年。そっか、もうほぼ2年だタカが今計算しやすくぐるぐるぐる。もうすぐ結婚記念日来るじゃん。そう、なんか考えてまあ、コメントで募集しよう何をしてあげた方がいいか。そう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 、私たちはこれから結婚2年なので、その中で大変なところについてちょっと話したいと思います。で、皆さんが多分思ってるのが、その、うん、文化が違うからいろいろ大変な思う人が多いかもしれないけど、でもそれについてあまり喧嘩することはないでしょ。ない。なんか違うなとは思うことはあるかもしれないけど、うん、もう付き合い始めてからで言うと6年7年ぐらい経ってるけど、思い出せる限りないそう、ただタカはタカ、レナはレナ、うん、のところで喧嘩になることは多い。まあそうだね、人としてっていうところだよねそう、文化じゃなくて、これ日本人と日本人のカップルでも一緒だよねそう、一緒一緒、違う人で、人と人とのところでぶつかるっていう。例を言うといつもね、文句ばっか言うし例を言うと、文句ばっか隣でずっと文句言われるよエアコンをめちゃめちゃ寒くすることとか、太陽が全然違う一年中に喧嘩になってる。確かにドライブしてても俺エアコンすぐ下げて強風マックスにするけど、レナはいつも寒い寒いって言うもんね。寝る時も大変だもんね。そう、レナはもう毛布にこう布団くるまって寝てるもんね冬より寒いよ夏は確かにあとそのもう一点が、環境全く気にしてないこと。あ、エアコンも環境に良くないし、コンビニでプラスチックのスプーンと割り箸と袋をもらうのも全然環境に良くないし、確かにこれを気に続けてもタカは気にしなさすぎて、アンチエコフレンドリーだもんね何それ別にあえて環境をこう汚そうとか思ってないけどそれやばいでしょでもレナはよりこうエコな生活を目指してるよね。てな感じでね、いろいろ人としての違いがあって、レナさんが文句の多い女です。レナさんのお母さんもすごい文句多いよ今度ドイツ行った時に動画にしてますね。レナとお母さんが並んだらもうやばいよ。レナのお父さんと俺かわいそうだよ。あ、そうか、ずっとボコボコに言われまくるよ。ちなみに両親の話をすると、うん、まあ、私たちすごいラッキーだけど、うん、私もタカの両親と仲いいし、うん、タカも仲良くしてるでしょ、うんうん、まあそもそも会えないしね、レナの両親と俺に関してはたまにしか会えないから。でもすごいウェルカムしてくれるし、うん、ビールいっぱい買ってある。そう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 それが一番嬉しいよでも私たち以外の国際カップルがそこが大変なところが多い。ああ、それはね、レナが日本語喋れるのが大きいかもしれないね。まあレナが仮に英語しか喋れないとすると、うちの両親とコミュニケーション取れないから、まあいざこざがこう知らぬ知らぬうちに起きるかもしれないけど、日本語でコミュニケーションできちゃうから。ただその逆のパターンは、タカのドイツの勉強はどうなったの？一貫ドイツペアしたよ。 No! 感じたね。まあ英語で一応通じるからね、レナの両親と。ドイツ語って世界的に見てもすごい難しい言語って言われるじゃん。まあ日本語とトップクラスに同じぐらいでも難しいと思うんだけど、ね、私は日本語頑張ったから頑張ろう。はい、ドイツ語もちょっと頑張りたいと思いますお願いします。今2年間結婚してるけど、うん、その振り返ってみると、うん、2年前にその結婚手続きめちゃめちゃ大変だったでしょ。すごい大変でしたよこれ動画にしてなかったっけ？してないか。この国際結婚する時の役所手続きってすっごい大変。もうすっごいよ。それ2ヶ月ぐらいかけて資料をドイツからもらって翻訳してスタンプを押してもらって、いろいろなんかこう山ほどドキュメントを集めてから市役所に行ってではい結婚しましたっていう。そう、しかも途中の手続きとかもスタンプもらうために名古屋からわざわざ大阪に領事館まで行ったりとか、お金と時間がかかります。お金もかかったよ。そう、お金かかる国際結婚はお金がかかる。あれ本当にしたいのっていう感じでやっと結婚できて、今2年経ってビザも取らなきゃいけないし。そう、ここがねまた一つ大変なとこだよね、国際結婚した時の、うん、レナだと日本に暮らしてるけど配偶者ビザで今日本に暮らせるんだけど、配偶者ビザが今もう1年しかもらえないんだよね。最初は1年おきにビザを更新しなきゃいけないから、そのタイミングでね、またまたこれも大変なんですよ。そう、戸籍
投稿もらって、いろいろ書いて、入館に行って、紙渡して、お金払って、何週間待って、また行って、またもらって。しかもさ、最近さ、名古屋でもさ、外国人増えてきてるじゃん。だからブラジル人とかが多い。そう、名古屋のそのビザ更新手続きをする場所も、人がすごい混んでて、並んでんだよね。初めてやった時びっくりしたもん。朝行ったら、そう、整理券もらったら、え、こんな待つのみたいな。で、3時間ぐらい待ったんだよ、一番最初行った時。49人待ちみたいな。なかなか進まない。これからね、国際結婚考えてる方、まず結婚のプロセスがめんどくさいっていうのと、その後の配偶者ビザの更新がめんどくさいんで。毎年めんどくさいよ。あと2ヶ月ぐらいするともう切れるじゃん、去年もらったやつが。だから次更新でしょ、うん、だこれで今度3年とか5年とかもらえればいいんだけど、今回はちゃんとタカのちゃんと税金払ってるよみたいな証明があるからもらえるかな、うん、あ、そっか、前来た時は世界一周終わった直後だったから、俺まだ就職活動してて税金納めてなかったのか、その時。だから配偶者がヤバいやつだったからさ、うん、だから1年しかもらえなかったから。ビザの手続きは大変です。だから国際結婚の中で一番大変なんじゃない、このビザの手続き、結婚のプロセス。一緒にいたいのにね。ちゃんと強く言え。まあそれでちょっとなんか大きなそういう環境というか、そういう問題をいろいろ話したんだけど、タカがいつも私をバカにしてるのが、ちょっと私は文句を言いたい。俺がバカにしてる？私のジェスチャーとフェイス。ああ、外国人特有のこのオーバーリアクションじゃん。オーバーリアクション、体全身使って表現する。これはない。そこはないない。ジェスチャーがね、まあ、日本人との違いだよね。フェイスエクスプレッション、うん、顔の表情ね、顔の表現、の表現は日本人はなんかこう、うん、文化としてやるべきじゃないという育ち方、うん、あんまり表情に出さないかもね。表情に出さずに空気で出すっていう感じするよね。こういう空気感でこう伝えるっていう。だからタカが私がの嫌いなレストランに行きたいなら、うん、違う、みたいな顔をして、タカが、あーわかる、まあ嫌なんだろうねって。で、私がわからない時にこうやってタカがバカにする。そう、なんかこう肩と足が上がるからね。違うよ、こうだよ。私はそういうことをやり続けると、タカもそれを受け入れた方がいいんじゃない、うん、あ、やってるじゃん、だからたまにこうやってで、なんかよくわかんないこと言った時にこうやって出るから、多分街歩いてる他の人からしたら気持ち悪いカップルだよ。旦那さんがこうやって、奥さんはこうやってたから二人で超気持ち悪いでしょ。これ何の動画だっけ。大丈夫。大丈夫。国際結婚すると大変なことでしょ。まああれだよ、コミュニケーションとか一緒に笑うこととか、それが何よりですよね。まあ確かに確かに、結婚でも。だからまあ私たちはまだ2年だけど割と成功してると思ってるけど。そうもう涙が出てきた。という動画でした。終わり。他になんか文句言うことあるの？文句言うことはいっぱいあるよ。あ、いっぱいあるけど、言うと後で怒られるからいいよ。大丈夫大丈夫、言ってみろ。動画終わらせましょう。言ってみろ、言ってみろ。大丈夫、かわいいよ、かわいいよ、かわいいよね。かわいいかわいい。そうだよね。他に、特に結婚してる方、うん、他に、特に、他に、とかに、国際結婚をしてる視聴者は、なんか、ここが大変だよとか、そういう意見がありましたら、ぜひ概要欄で教えてください。コメント欄にね、書いて教えてください。逆に、逆に国際結婚が、ここが普通の結婚よりいいよというところがありましたら、それもシェアしてください。ある？あるよ。レナの実家に帰ることが海外旅行になるやん。ああ、それいいよね。そう、あと愛情表現ね。そう、まあ、そう、それ嬉しいよね。嬉しい。そう、日本人の女性はより冷たいかもしれない。嬉しい。何その顔。やば。この動画はここで終わりにします、はい、楽しかったならいいねボタンを押してください。チャンネル登録まだの人もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。